宇佐美空のまるまるやってみた。今回はメンバーみんなをおもてなししちゃいたいと思います。今回はチーズインハンバーグとコンソメスープと簡単フレンチトーストを作っていきたいと思います。イエイ。これあ、それ何人分で作ってるんだろう。こんなはずじゃなかったって顔してて、ハンバーグ焼き始めたぐらいでもうデザート作り始めてる想定だったんですけれども、あ、じゃあ今ここで見せますね。できました。こちらです。ちょっと遠目、みんながそろそろ来ちゃうのでみんながそろそろちょっと来ちゃう、なんかついてる、来ちゃうのでセッティングします。みたいな感じなんだけど。よし、ということでみんなお待ちたいと思います。お手元、みんなも来るかな、来るかな。あ、なんか連絡が来たみたい。来ましたか、うん、呼んでくる、お願いします。あ、おはようございます。おはようございます。あ、皆さん、ちょっとかけようかしら。うんうん。全部かけちゃった。バレバレ。
って全部かけた方がいい。なんかやばいやばい。やばい。え、大丈夫大丈夫そう。これデミグラスソース？うん。なんかね分離してる。これこれ。怖いんだけど。かける前に横で怖い怖いってやめる。え、大丈夫大丈夫大丈夫。あ、おいしいおいしいおいしい。おいしい。うん。大丈夫だよ。うん、うん、まあ、チーズとか嬉しいな。ね、チーズ入りハンバーグ大好き。ね、うん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 、うまっ。え、それじゃソース美味しいよ。ね、うん、うん、本当に美味しい。マジで、うん、うん、おいしい。なんかさ、ペザペザにこういうピザが作ってくれた手料理食べたかも。うん、確かに。もう実家暮らしじゃないから食べることないで、うん、自分で作るかお店か、うん、自分で作ることもないんだけど、うん、あったかい本当、うん、気持ちが、うん、動画用とかじゃないからガチガチ、まあ、結局おかず、え、おかわりないの、うん、ないんです全然食べれるんだよ、うん、マジ、うん、玉ねぎがいいね、これ本当、うん、玉ねぎシャキシャキしてるのが美味しい、うんうん、私さ、玉ねぎ大好きなのよ、うん、この玉ねぎの食感感じれるぐらいのこのサイズ感なのよ、嬉しい、シャキシャキ、うん、シャキシャキ、マジで美味しい、うん、お腹空かせて、させた回あった、うん、ねえ、わかる、うん、これちょっとさ、見てるみんなは食べれないのがかわいそうだわ、残念だよ、うん、もうソースもさやちゃんが一から作ったってこと、うん、うん、ちょっとソース入れすぎちゃった、中濃ソースを入れたんだね、うんうん、なんだけど、うん、適当、うん、適当っていうか、あんまり、うん、目分量みたいなこんな感じかなぐらいの感じやっちゃって、うん、すごいじゃん、そう、ちょっといろいろあって、うん、うーん、紅白ばっかり、そうそうそう、じゃあ、そらちゃん、デザート、お、デザート作ります、いや、こまるよ、みんなめっちゃ心配でも全然大丈夫、卵を取り出しました、さいちゃん卵、ちょっと見よう、めっちゃ見たかった、卵が熱い、かっこいい、フレンチトーストですか、え、違うね、え、違う、あ、違うんだ、6で大筋 6? 直で1、うん、あ、すで切れてるか、すで切れてる、それでさっきソースすごいことになってて、なんかかわいいみさえちゃんがすで切ってるみたいな全部かわいかったよ、みさえちゃん、あの瞬間かわいかったよ、こうやって見る瞬間見てて見てて、この次やりにくってそれそれ、あ、ちょっと違う、あ、今何個入れたっけ、3じゃないの、3、あ、3? もう4個くらいいった気がする、もうそれで、それ5じゃない、5それでいいんじゃない、もう、あとちょっと、でもつけられないから、メープルシロップもあるからいいか、うん、あ、フレンチソースじゃないよ、牛乳を120×3 だから360ml だから、ごちそうさまでした、おいしかった、イエーイ、よかったよかった、これ300、あ、360、ここから出たかもだな、最高、あ、入れすぎちゃった、390入れちゃった、そしたら他の調味料出せばいいんじゃない、あ、そっか、今最後もえーんって言ってたあ、またメリンジュ何もする気でのI'm sorry.
チトースト。フレンチトーストじゃん、じゃあ。フレンチトーストとか何で食べてないかな。あ、家でやんないか。やんない。やんない？うん。いや、もう一人暮らしでフレンチトースト作ってる人正直だろうな。染み込ませるためだよ。何だろう、フレンチトーストすごい。めっちゃちっちゃくない。5分で途中で裏返すだから。で、片付けまーす。で、最近お腹いっぱいになって眠くなってきた。まだ寝ないで。母ちゃんが片付けてくれてます。ママじゃん。イエーイ。いいなぁ。これに入りそうだよね。今お昼にしたらもう幸せ空間すぎる。幸せ空間すぎだね。できたら起こして。ママ。
いかも。また来週。また来週。